カメラで撮影しているとどうしてもね、手ぶれって気になりません？今回は動画の撮影で手ぶれを抑える方法5選を紹介していきます。スイーツラバーチャンネルのスイラバです。いらっしゃいませ。実は手ぶれを抑える方法って、いろいろあるんですけど、最近のカメラっていうのはね、ほんとね、手ぶれ補正がこう強くて、うまく撮影すれば、そこまでね、ブレっていうのは気にならないようにはなってきてるんですよね。ただね、そうは言っても、スマホとか、こういったね、アクションカメラレベルまでいってるかって言えば、そうではないですよね。そのミラーレスカメラとかそういうのはですね。今日は、なるべくそのミラーレスで撮影する場合の手ぶれを抑える方法を5つ紹介したいと思います。で、今回ね、紹介する方法は、機材とか、アイテムにちょっとだけお金がかかるものもあれば、お金をね、一切かけずに手ぶれを抑える方法までいろいろ紹介するんで、それぞれのメリットとデメリットも合わせてね、解説していきます。それから5つのうち3つは撮影の時に使う機材とか方法で手ぶれを抑えるパターンと、編集の時に手ぶれを抑える2つの方法があるんで、まずは撮影の時にできる手ぶれを抑える方法3つを紹介して、でその後に編集の時に手ぶれを抑える方法2つをシェアするという流れでいきます。じゃあ撮影時に手ぶれを抑える方法3つのうちの1つ目、これはもう最初に誰もが思いつくんじゃないかな。この電動のジンバルですね。僕が持ってるこのジンバルは DJI の RSC2 っていうもので、現段階ではだいたい5万円ぐらいで売られてます。ジンバルっていうのは、簡単に説明すると、ここにカメラを乗せて、で、モーターのパワーでパン軸とかチルト軸っていうのを制御して、横揺れとか縦揺れを制御します。手ぶれを抑えてくれるっていう機材ですね。で、ジンバルの最大のメリットは、カメラを持って歩くような時、こう歩いていくようなシーンには役立ちます。モーターが結構ね、ブレをしっかり制御してくれるんで、ある程度の縦揺れとか横揺れも吸収してくれるんで、非常にね、スムーズに手ブレを防止してくれるんですよね。で、反面そのデメリットは、さっき言った価格5万円ぐらいしますよ。ものによっては10万円ぐらいするものもあるんですよね。その価格がデメリットっていうところと、最初のそのセットアップに時間がかかるんですよね、これ。カメラをこうポンと乗せるだけじゃなくて、最初そのバランス調整っていうのが必要になってくるんですよ。これ、慣れないうちはね、結構このバランス調整、セットアップがね、めんどくさいかもしれないです。あとはこの重さとサイズ感もちょっと大きくなっちゃうんで、手軽にブログで撮影したいとか、カメラを1個だけ持ってってポンと撮影したいっていう時にはこれ不向きかもしれないですね。次は2つ目。カメラストラップです。カメラストラップ、こういうやつですね。こう首から下げてここにね、カメラをぶら下げるんですけど、カメラストラップをカメラにつけてこうピンと張った状態で撮影すればある程度の手ぶれは抑えられます。ただこの状態で歩いて撮影する場合はどうしてもね、この縦揺れの防止が難しいんで、ストラップをこんな感じでレンズに引っ掛けてやれば、なんとかね、この歩きでの手ぶれ防止にはつながるんじゃないかなと思います。ただ気をつけなければいけないのは、レンズにストラップを引っ掛けてるだけなんで、このスポッとこうストラップが抜けちゃってカメラをね、どっかにぶつけちゃうっていう危険性もあるんで、この方法を試すときはちょっと十分注意してやってみてください。で、メリット、逆にメリットはね、ジンバルより安いです。これ2、3000円ぐらいで買えるんで、安くできるっていう点と、ストラップを取り付けるだけなんで、すぐに実践できて手軽に撮影できるよっていうところですね。で、デメリットは、さっき言ったように歩くような撮影、長い距離を歩くような撮影とか動かすような撮影にはちょっとこれは向いてないっていうところです。じゃあ3つ目、これはね、カメラの設定です。フレームレートを上げるということですね。
まあ、どういうことかっていうと、まあ、あらかじめフレームレートを60フレームとか120フレームで撮影しておいて、編集でそれをスローをかけてブレを抑える、擬似的にブレを抑えるっていうことです。でも完成した映像はこうスローにしたくないっていう場面もかなりあるかと思うんで、そういう時は少しコツがいります。例えば60フレームで撮影していて、それをね編集で24フレームで書き出す場合、 2.5 倍のスローモーションになるんですね。で、例えばこれね、トータル5秒のスライダーショットにしたい場合、右から左とか左から右にね、こう動くようなスライダーショットを5秒使いたい場合は、まあ60フレームで撮影するときには、例えば A 点から B 点までのこの距離をね、2秒でカメラを動かせば OK です。カメラってこうゆっくり動かせば動かすほどね、この手ブレっていうのが起きやすいんですよ。5秒かけてこうスライダーさせるよりは、2秒でスライダーさせる方が手ブレっていうのは抑えられるんで、60フレームで2秒でカメラを動かす。それを編集で5秒、 2.5 倍の5秒に伸ばすことで手ブレを抑えるっていうやり方です。さらに120フレームで撮影できるカメラが持ってたら、カメラを持ってたら5倍のスローモーションが使えるので、この場合は1秒でカメラをスッと動かせばいいってことです。まあ、メリットとしては、さっき言ったジンバルとかストラップをね、現場でつけたり外したりするっていう手間は全然ないっていうところですね。デメリットはね、フレームレートを上げるので、まあ露出の調整が必要、暗くなるんで露出の調整が必要だったり、まあ編集の時に一手間あったりっていうところですかね。あとはそのモーションブラーって言って、適度なこの残像、今ちょっと残像が見えるでしょ、手の残像、これが出にくくなるんで、若干こう映像にパラパラ感がね、あの60フレームとか120フレームで撮影すると出てしまいがちになります。で、モーションブラーについては過去ね、フレームレートの動画作ってあるんで、フレームレートのことを知りたいって人は、まあ動画貼っておくんでね、ぜひ見てみてください。ちなみに歩きながらの撮影の場合、当然この方法でも手ブレをしっかりと抑えることは難しいです。まあこの方法だとね、せいぜい2メートルぐらいかな、2メートルぐらいのプッシュインをする感じ、プルバックももちろんそうなんですけど、プッシュインかプルバックをする感じの撮影が、まあ、適しているのかもしれないです。でも意外とね、この方法使えるんですよ。僕が普段ね、撮ってる B ロールなんかは全部ね、この方法で手ブレ抑えてます。まだやったことない人は試してみてください。撮影で手ブレを抑える方法はこの3つですね。次は編集で手ブレを抑える方法。まあ、さっき撮影してきた素材を使って、さらに編集で手ブレを抑えてみます。手ブレを抑える方法4つ目としては、まあ、ソニーのカタリストブラウズを使うです。ただね、もうソニーって言っちゃってるくらいなんで、この方法はソニーの対応したカメラしか使えないです。このカタリストブラウズっていうアプリは、動画ファイル、撮影した動画ファイルに同時にね、ジャイロ情報っていうものが書き込まれてて、まあ、その情報を使って後からね、編集時点で手ブレを補正するっていうことができるんですよね。実際にちょっとじゃあやってみましょうか。まあ、こんな感じで手ブレ補正されました。何もねしない時に比べたらかなりね手ブレ効いてると思います。ソニーのカメラを持ってて、このカタリストブラウズを使ったことがない人は、これ無料でね使えるアプリなんで、ぜひ試してみてください。まあ、メリットは撮影の時にいろいろこう考える必要がないことですね。そのいろいろ取り付けたり、フレームレートを変えたりするっていうことが必要ないことと、あとソニーの対応機種を持ってる場合は無料で使えるっていうところですね。デメリットとしては、まあ、ソニー機だけしか使えないっていうところとか、
あとどうしても編集で手ブレ補正をするんで画面がちょっとこうクロップされてしまうっていうところですね。あと書き出しにちょっと時間がかかるっていうところでしょうかね。最後5つ目。これはまあ動画の編集ソフト。僕が使ってるのはプレミアプロっていうアドビのねソフトなんですけど、これの機能、ワープスタビライザーを使ってまあ手ブレ補正をかけます。まあプレミアだけじゃなくてダビンチだったり、ファイナルカットプロだったり、それぞれね、名前は違うんですけども、スタビライザーっていうの機能はあると思うんで、実際これもやってみてください。じゃあプレミアをね、画面を使ってやってみますね。さあ、これで手ブレ補正できました。まあ、メリットとしては、まあ、どんなソニー機だろうが、パナソニックだろうが、キヤノンだろうが、ニコンだろうが、どんなカメラで撮影したデータでも、同じように手ブレ補正がかけられるってことですね。で、逆にデメリットは、そのカタリストブラウズみたいに、ジャイロ情報を見て補正してないんで、ちょっと調整が難しかったり、まあそもそも調整できない手ブレもあったりするっていうとこですね。なんかこうむにゃむにゃむにゃってよがんだりする感じですね。あとはまあさっき言ったように編集に時間がかかるのと画面が同じようにクロップされてしまうっていう点がデメリットですね。さあいかがだったでしょうか。それぞれメリットとデメリットがあるんで、まあ自分が許容できる部分を見つけながらその編集撮影に合った方法をチョイスして手ブレをね抑えて撮影するのがいいかなと思います。ただ、まあ、どんな映像でも手ブレをねガチッと抑えていればいいってわけじゃなくて表現方法としても、まあ、あえて手ブレを残すっていうことも必要になってくるのもあるんですよね。それはケースバイケースでいろいろ試してみてください。今回の動画良かったと思っていただいた方はぜひ高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。それではまた次の動画で。